こんにちは三谷浩二です今日は審判一瞬で大切なことを伝える技術この中身を紹介していきたいと思います今日は第4弾本の中で言うと3章聞くというふうなことですこれまで考える伝えるとやってきましたでももう一つ聞くというふうなものがないと最後の議論するといううなところにつながりません 聞くということの本質、そしてどうそれが使え使えるのか、それをこれからご紹介をしていただきたいいきていきたいと思います。重要思考で聞くってどういうことなんでしょうか。転職し転職の相談を受けたとしましょう。まあいろいろ相手は言います。ああだこうだああだこうだゴニョゴニョゴニョってしています。いろんなことが出てきます。でも それをそのまま受け取ってもなかなか話し合い議論にはならないでしょういいアドバイスもできませんだから相手にちょっと考えてもらうそういう工夫をしましょう重要思考で聞くもちろん大事なことから始まります転職なんだからキャリアの中で一番大事なものそれは一体あなたにとって何なのそんな質問をはから始めてみましょう例えば将来独立して成功することだっていうかもしれません じゃあ次はそのために、まあ、将来はそうだとして当面大事なことは何なの一番は自分の成長だそして、まあ、次はいい客筋をつかむことだそんなことだとその人が認識していたとしましょう。分かった。じゃあそのために現状維持に始まっていろんな転職先というようなものがあるんでしょう。それはどう,どうなの現状維持だ そしてベンチャーに転職をするいやいや外資系にチャレンジをするそんなことはじゃあこの大事なこと自分の成長にとってどうなの現状だといまいちだベンチャーだとそれが結構いける外資系もそこそこかなでもいい客筋をつかむ現状も結構いいんだけれどベンチャーに行くとその狭い中でやることになるからなかなかいかないでも外資系に行くと、うん、これが一番いいなそんなことだったとしましょうだったらどうするの 現状を維持でいくのそれとも成長を中心に考えてそれを評価するのかそれともこのバランスにおいて一番いい外資系にするのかそんなふうに話が進んでいくことになるでしょう。聞くというふうなことはただだ相手の気持ちや考えを引き出すだけではありませんそれをちゃんと重要思考で引き出すことでその後の話し合いアドバイスというようなことにもつながります。最近よく傾聴と いうふうな言葉を使いますよね。傾聴もとの日本語でもありますけれども、最近よく使うようになったのはカウンセリングであるとか、もしくはコーチングっていうふうなものの用語としての傾聴です。元はやはり英語なのでアクティブリスニングっていうふうな言葉です。アクティブリスニングが訳されて傾聴ということになりました。とってもいい訳だと思います。でもやっぱり傾聴。 という,ふうな言葉になっってしまったので「何でもいいからとにかく引きずり出すと」とその人が今思っていることをそのまままずはちゃんと引き出そうまずは,はそれでいいかもしれませんでも最終的にちゃんと議論をしたいんだからぼぼやぼやのままま引きずりり出しても議論になりませんちゃんと上手に質問をすることによって答えを示すのではありません相手の考えを促すそんな質問をしていきましょうこれが重要思考で聞くというようなことです。 つまりちょっとアクティブでないといけないということですそしてこの重要思考で聞くというふうなことの応用の一つが褒めるというふうなことです褒める練習まあ本当は3段階あって物を褒める人相手を褒めるそしてチームで一人を褒め上げるまあそんな練習があったりしますまあ、今日はこの物を褒めるというようなことだけ練習をしてみましょうか テーマは手帳です相手の手帳がいかに素晴らしいかまあそういったことを褒めるというふうなことの練習です褒める極意まずは誰にとって相手にとってですよね相手にとっていかに素晴らしいかを褒めてあげることですでもその時に大事なこと相手にとって大事なことは何なんでしょうか手帳というものに対して期待していること大事に思ってることは何なんでしょうか その点でで何かととととと比べて差があるというふうふなここをちゃんと言うことです対象は相手です相手が何に大事に思っているのか手帳というものについてこれとこれこそが大事なことなんだそしてまあ比べるものは自分のものと比べてもいいですし一般のもの何でも構いませんと比べてこんなに素晴らしいんだっていうふうに言ってあげることそれが重要思考で褒めるというふうなことです。 褒めるシートというふうなものも使って、まずはインタビューをしていただきます。まあ、これはメモ代わりに使ってください。相手のもの、まあ手帳ですよね。でも、どんな手帳なんでしょう。そして大事なことは何なんでしょう。それについて、どんなさ、どんな差があるのか、どんなに素晴らしいのか、そういったことをぜひ聞いて考えてみてください。じゃあ、まずは、うんとインタビューから始めましょうか。まず、A さんから B さんへのインタビュー。相手の手帳がいかに素晴らしいか。 その、えー、と自慢話を聞いてあげてください。この手帳いい色なんですけど、この青が好きなんですか。はい、ありがとうございます。はい、私はあのやっぱり紺とか青があの好きですね。はい。毎年買われるんですか。はい、えっ、ー、とこのカバー自体は二年ぐらい前なんですけれども、うん、はい。中身はえで実はあのえっ、ー、と。 違う中身は違う会社のに今年<あ> <laughs> して <laughs> しまったんですけれども、はい、このカバーは使いやすいので<あ>、はい、じゃこのカバーと色とか気に入ってるってことです,、ね、ですね。はいえー、え自分が気になるところを突っ込んじゃってるからまずは相手が手帳を選ぶときに何を重視してるんですか っていうふうなところから入った方がいいでしょうね。はい、やり直し。はい、<laughs> <laughs> じゃあ、手帳買うときに、どういうところを見ますか。はい、はい、えっ、ー、と、まあ、私まあ、これは今カバーになったんですけど、中は、えっ、ー、と、ちょっと一週間。うん えー、まあ一月単位の仕事なので、うん、1>, 1週間、まあ、分割して見られるこの何タイプっていうんでしょうね1週間が一目で分かって、うん、えで普段あの手帳を書き込むことが多いので一、ね、目で分かるどれぐらいスケジュールが埋まってるかが分かるっていうのが大事です。それだけですすかか他にははは大事なこととあありま えーと結構肌触りとか<ー>えーともし同じ1週間の見,張見開きのこういうのがあるんだったら全体的な雰囲気というか本当とか、うんあのそうですね、印象とか、はいうん、書き込みやすさ。雰囲気重視でですすねねは <laughs> 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 はい、えですねはいよです、はいよろしか お疲れ様でした。じゃあ交代しましょうか。はいはいあじゃあ手帳いいですか。見せていただいてはいえはい素敵ですね色が黄色いですねそうですねここのこの手帳はどんなところが気に入ってるんですか私はもうまず見た目から入るタッチなのではい可愛いですねはい持っててテンションが上がるものをそうでいつもはい探してます。 目に入りますもんねそうですね、はい、あとこのゴムのところとか <laughs> よくばらけるので、はい、あ押さえてくれていいとかそういう機能的なところですかね、はいえー、いつも持ち運んでます、はい、あ、そうですね、はい、あとやっぱりカレンダーが2年分付いてたりとか、うん、あとは私は1ヶ月が一覧で見えたいっていうのと、はいえーはい メモをいっぱい取るんで、あとなんかいっぱいメモ欄があるのがいいかなっていう。はいはい、結構自由度が高いというか、そう,ね、そういうのも大事ですか。そうですね。はいはい、本当はね、まあここでえっ、ー、とまあ二人今一組でやっていただきましたけれども、まあ四人組とか六人組になっていただいて、例えば A さんは今 B さんの自慢話を聞いたわけですよね。それを他の人に代わりに自慢するっていう。 B さんの手帳ってこんな素晴らしいんですよっていうようなことをしていただくんですねまあ、今大体聞いちゃったような気がするんですけれど <laughs> でもうんと例えば足りないこと、うん、今のインタビューの中で足りないことが一つあるとすると絞り込むっていうふうなことです、うんうん、こんなことも自慢だこんなことも自慢だこんなことが素晴らしいんだ、うん、で10個聞いて後で他人に伝えるとしましょう10個そのまま伝えることになってしまいますそして何も伝わらないでしょう 第2章の「えー、と伝える」というようなところでもお話ししましたけれど伝わるのは1個だけですだったら一番自慢のポイントはどこなんですか ?10 個こうやって聞きましたけれど、はい、一番のところはどこでしょうか、うん、そういったことを聞くことが重要思考での傾聴というふうなものには必要かな。最後だけももうう回やっててみままましししょかいいいいろろ聞たでも 一番気に入ってる、この手帳で一番気に入ってるところはどこですか。はい。えー、っと。一番気に入ってるところ。うん。一番気に入ってるところ、そうですね。うん。あの。使いやすい。<laughs> <laughs> 機能的。はいね、そうですね。はい。え。私の。 仕事のえっとにもぴったりで、とにかく使いやすいことが大事ですね。私は、はい、はい。例えばそれはそれでいいんです。うんと色々デザインだとか、ね手触り感とかいろいろあるかもしれない。でもやっぱり仕事をする中でその仕事にぴったり合っていること、まあいわゆる機能性、自分に合った機能性っていうべきかもしれませんが、もうそれがやっぱりな何よりなんですっていうことであればそれはそれでオッケーです。 ままた聞く方は心配になっちゃいます相手がしばらく黙ると心配になっちゃうんですけどでもそれにちゃんと耐えないといけませんだって相手は考えているんだからそれこそが重要思考で「聞く」というふうなことの重要なステップだっていうふうに言えるでしょう。せっかくだからこっちもやってみましょうか <laughs>、はい、今いろいろ伺って一番気に入っているところはどこですか この手帳の決め手はやっぱりこの見た目っていうふうなところでもうピンときてこれしかないっていう、はい、<laughs> そういうインスピレーションですねはいはい、はい、そうですねまあ一番最初にお話しいた,だいたようにう機能性とかなんとかもあるけれどやっぱり自分をこうえー、と何上げてくれるみたいなう、ね、いうふうなことが何より大事なんですその通りかもしれませんそういうことをねいろいろ聞いただけですまなくて ちゃんと多分途中でグッて絞ってそしてそれについて、ね、何があなたをモチベートするのかみたいなことでまた聞いていくと人に伝えるときにいいエピソードが聞,こ聞けるかもしれませんしそのデザインがなぜあなたを、ね、こうインスパイアするのかみたいな話にもできたかもしれません。<laughs> なので、まあ、まずはちゃんと聞いてあげることでも絞ってもっと深く聞いていくことっていうふうなことが人を褒める上でも、えー、と何かを 相手に伝える上でも大事だなっていうふうに思いますありがとうございましたそう褒めるというふうなことそれはまずは相手にとって何が大事なのかというふうなことを、まあ、オープンに聞いていくことから始めることがいいでしょういろんなことをやっていただきましたそして褒めるシートを完成させまあいつもであれば他のメンバーに対して相手の手帳を褒めるみたいなことをやってもらったりもします まあさまざま実例というふうなものがあるんですけども、まあこれはあの本の中ででも確認をしていただければというふうに思います。ちなみにこの褒める力演習というふうなものを、私が最初にやったのは田園調布双葉。という学校で高校三年生向けです。まあ選択の授業なので、そんなに人数がいっぱいいるわけじゃないんですけれども。春一番、高校三年生の春一番に、まず授業をやりました。その時にやったことは決める力。 というふうなことがテーマですずっと持ち上がりの学校なので高校三年生になって初めて彼女らは人生の意思決定というふうなものに直面しますなので決めるというふうなことをやりましたそして秋ごろになってもう一回っていうふうに言われて作ったのがこの褒めるというふうなものですまあ私にはちょっと下心があってそれは何かというとそれは面接対応です大学と いうふうなことで最近は面接みたいなこと、英語入試でも何でも結構ありますよね。面接って何なんですかね。それは自分をうまく褒めることのうんと褒めること自体です。その進学先もしくは就職先、そういったものが何を大事と思っているんでしょうか。見学の精神があるかもしれません。自分が行きたい学部学科というものの売りというものがあるかもしれません。そこにおいて自分は優れているんだって言わないと意味がありません。 こんなことがすごいんだこんなことがすごいんだでもそれが相手にとって大事でないんだけどなければどうでもいいんですね褒めるというふうなことはそういうことなんだよビジネスでもそうでしょう接客というものは相手をうまく褒めることでしょうでもその相手が大事と思っているところで相手がいかに他と差があるのかというようなことを言ってあげないといけませんできれば特に自社製品を使った場合には素晴らしいんだってその服お似合いになりますよそういったことを上手に言うことでしょう この褒める力演習まあ、高校3年生女子向けにやったわけですけれどまあ、彼女らはんと授業が終わった後にもうその場でバーっと感想を入力してくれましたとっても気持ちがいいこれが第一のうんとコメントでした褒めること今まではすごいやばい神まあ、こんなものでまあ、女の子同士なので褒めることはよくするんですでもやっぱりボキャブラリーがそれほどあるわけじゃないでも今回は 褒めるためのネタをいっぱいもらったので褒めることってこんなに気持ちがいいんだそしてもう一つ出てきたのは褒められることもとても気持ちがいいというふうなことですちょっと変な話なんですなぜかというと自分が言った話がある意味大むがえしで他の人に伝わっているだけなのでなんでそれで嬉しいのでもとっても嬉しいらしいです自分がそういったことを話すっていうこと自体がとっても少ないからでしょう 給油しかわからないようなことをこう言ってもらえたみたいな自分が言ったんですよ。でもそれを言ってもらえた。もしくは生まれて初めて、生まれて初めてこれはまあ別の学校でやった時なんですけれども、まあものを褒める、人を褒める、そして一人を褒め上げる。その一人を褒め上げるでたまたまその一人になったこの感想です。まあうんとチームで。 価値観を決めて、その価値観に沿って一人を褒め上げるっていう,ようなことをするので、まあちょっと褒め殺しみたいな目にあいます。でもその子がたまたま後で、えー、とフィードバックコメントを書いてくれたんですけれども、私は生まれてこの方一度も褒められたことがありません。学校でも家でも。でも今日はこんなにいろいろ褒めてもらって、自分にもこんないいところがあるんだ、とっても自信になりましたっていう,ようなことを書いてくれました。そう褒めるというふうなことは。 人の人生も変えるのかもしれませんこれは結構インパクトがあるなっていうふうに思ってそれからビジネス向けでも使うというようなことになりました特にビジネスで考えると褒めるとか叱るとかってよくありますよね目的は何なんですかね組織が人を叱る組織が人を褒めるって目的は何なんでしょうそれは相手がその行為を繰り返してほしいから褒めます 相手がその行為を繰り返して欲しくないから叱ります主体は相手です自分が楽しいから褒めるわけでも自分が悲しいから叱るわけでもありません主体は相手なんですねだったら相手が何を大事に思っているかをちゃんと聞かないと褒めることも叱ることもできません何かうまくやったでもこっちが思っているうまくいったことと相手が思っているうまくいったことは全然違うかもしれません何か失敗をしたら当然その人はやばい 失敗したって思ってますでも何を失敗したって思ってるんでしょうか本当にはそれをちゃんと聞かないと褒めることも叱ることも相手に決して響くことはないでしょうまずは相手の大事なことを尊重することですま、とにかくちゃんと褒めてみましょう褒めることが叱ることの三倍はないと叱るが響きません叱る方がインパクトがありすぎるので一対一ぐらいだったら常に叱られているっていう気分になりますまずは褒めてみましょうでもそれはちゃんと聞くことから始まります そして組織にしても家庭にしてもできれば共通の価値の基準これは褒める対象なんだこれは叱られる対象なんだそういったような価値基準がきちんとできるかですまあこれがないと褒めることも叱ることもなかなか大変ですまあでもいきなりできるわけではありませんまずはちゃんと聞いてあげましょう第三章聞くというふうな中にはこんな話がありますバカの壁 数百万部売れた本ですけれどもその中でバカの壁は実は二つ言われています一つは思い込み思い込みの壁ですでももう一つは理解力の壁です思い込みがあるから人と人はコミュニケーションできませんでもその思い込みがなくなったとしても相手が言っていることをちゃんと理解できないんだったらやっぱりその壁は越えられない人と人のコミュニケーションは成り立たないというふうに言っていますなんで理解できないのかそれはこっちの理解力もありますけれども 相手がちゃんと考えて話していないからです特に重みが欠落していますこれは素晴らしいんだっていくら言ってもらってもそれを理解することはこっちにはできませんだから相手に重要思考をしてもらって考えてもらってそして伝えてもらうこれが大切です慶長というふうなことはアクティブリスニングですちょっとアクティブでないといけませんそしてまあ相手が話すことはまず材料だと思って まずは聞きましょう。途中でああちゃんと結論がないとかって思っても結論がなくても部品が手に入れば十分です。喋りすぎないというようなことが特に大事です。でも、相手の話があまりにも長すぎたらちゃんと切ってあげましょう。こっちがちゃんと話をしないと、相手はまた不安になってどんどん喋り続けます。だから理解してるよ。っていうようなことを伝えるためにも、もしくは相手の相手がちゃんと考えてないな。って思ったら、そこまでのことは。とりあえず要約して。a なの b。なの 混ざって喋ってるんじゃないの？そういったことでちゃんと切ってあげるというようなこともいいでしょう。ただし子ども相手はだと切るのはえと最小限にしましょう。切られただけでもうその子は何を喋っていたか忘れてしまいます。大人でもそうかもしれません。ぜひ頑張って最後まで聞いてあげましょう。さあここまでで第三章を聞くというふうなものが終わりました。今日はこの本の中の 第3章聞くというふうなことを中心にお話をしてきましたその中でもインパクトのあるコンテンツである褒めるというふうなことを演習でご紹介もしましたこれは使えるなって思った人はぜひいいねボタンをお願いしますそしてぜひチャンネル登録もしてください以上三谷浩二でした